はい、皆さんこんばんは。はい、キコナチャンネル、本日はキコナキセラ川岸店から生放送です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、川岸店で割とただいん川岸、キセラ、ただいんキセラみたいな感じで、結構2ヶ月に一遍ぐらいのペースでね、来させていただいてますけども。はい、本日も、おしり先生と新しい相方さんが、今日は登場ということなので。はい、じゃあ、自己紹介、軽くお願いしてもいいですか。自己紹介、はい、お願いします。はい、お願いします。今月11月の1日から新しく入りました。はい。はい。よろしくお願いします。名前はどなたですか。あなた誰ですか。ニックネーム的なのがまだ全然決まってない。とりあえず本名でいい。稲下君ね。よろしく。急に名前言わへんからどうしようかなと思ったけど、今日はおしり先生の相方は稲下君ということで、まだ入ってもじゃあもう全然2週間ぐらい。そうです。ほやほやで。急に出さされてるってすごいけどね。いやもうまあ生放送割とラフな感じでやってるんで、はい慣れてきたら大丈夫かなと思いますんで、はい楽しんでやっていきたいと思います。あおしり先生と言ってますね。今日もいっぱい大のことを教えてもらえたらなと思いますので、はい頑張ります。はいよろしくお願いします。はいということでじゃあこちらねイーゼル前にあるんですけど、じゃあこれはもう早速猪下くんがやってくれるということなのでいいんですかね。はい。じゃあお願いします。はい次回の新台入れ替え予定の遊戯台なんですけども、はい。11月の21日水曜日朝の10時から、開店と、なっております。真面目。どうぞ行こう。はい。はい、パチンコ台なんですけども、CR ブラックラグーン2。こちら先ね、はい、こっちの動く方を言ったらいい。動く方。そうまあ一応まあなんてやろメイン機種って言ったらいいんかな。ちょっとわかんないけど。一応まあここ映ってる分から言ってた方が簡単かな。あ、はい。カンペあるからね。はい。お願いします。はい。そうしたら一番左かな。左ですね。はい。頑張りましょう。それね画面から見たらね左にありますので、はい。頑張りましょう。はい。パチンコ新大入社総研かな？総研かな？総研。超総研。はい。こちらが10台の導入予定となっております。はい。はい。次。CR コマコマクラブ、はい、あとエイジセレクト、こちら1台の導入予定となっております。はい。はい。次、スロットなんですけれども、先これ太平上君徳川 ES こちら3台の導入予定となっております。はい。はい。最後、パチスロダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、こちら1台の導入予定となっております。はい。でこの21日に動くのはこのポスター出てる分になるんですけれども。はいまあいわゆる先納品はいはいまあその新台入れ替え当日には動かないけど先に台入れときますっていうのが今回いっぱいありますのでまあ12月メインの台とかですかねはいもっと適当にしていいぞって言われた緊張が伝わってきて全く入ってこないいや初々しいって言われてますけど、ね、みんな初めはこんなんだったんだよ出てからみんなごちゃごちゃだったからねはいまあぜひ、はい、入れ替え初日ということでね21日、はい、朝10時からということなのでこれは抽選時間等は変更なしではい変更なしで9時40分ですはいまた詳しくは P ワールド等ね、はいTwitter、LINE 等でチェックしていただけたらと思いますのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで今日はねまあ全国的にはなんか今日から開店の台なんですかね、この辺は、そうですね、まだちょっと残念ながら、関係者店は入ってないので、まあ今日は、店長がこちらのね、海の設定付きを、ちょっと放送しようということでおっしゃってましたけども、はい、これはあれかな、キセラ会議者、設定付きは初めてなのかなそうです、この店で初めての設定付きパチンコになりますね、はい、第1弾が海ということで、まあ沖縄2ということで、ね、ちょっと前の台になるのかな、はい、めちゃくちゃ前、そうですね、演出的には、ね、今だって4ぐらい出てるでしょ、今、4ですね。でまあ多分一番ゆうパチで売ってた時期じゃないかなとは思うんですけど、まあこの辺の設定付きということなんで、まあ、はい、今日は、設定6で、まあ、六角エースをちょっと出していきたいなと頑張ってもらおうかなと、まあ、Uパチスペックなので、まあ、100分の1ぐらい大体6で109分の1、106分の1ですね。ぐらいなので、まあ、4回ぐらい渡る2人で8回ぐらい当たるかな、わかんないけど、まあ六角エースに関してはいつもね、マリンちゃんがチャンスっていう大当たり終了後に出てくると思うんですけど、あそこの画面が六角だと、女の子3人、もしくはサムが出ると一応まあ六角濃厚ということで、聞いてますので、まあ今日実は設定カンパそこぐらいしかないんよね。そうですね。あと魚群とかまで設定4以上とかで結構6ガチッと6っていうのがちょっと難しいみたいなんですけど、まあ、あとは確率ぐらいかな。そうですね、あまりはまらないぐらいな感じなので、まあ、他のちょっと設定付きに比べたらちょっと海難しいですけど、まあ今日は先生と井下君に六角演出を出していただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。頑張っていきます。はい、じゃあ2台ね用意してもらってるんですけど、好きな方じゃあ井下君から選ぶ？どうする？先ですね。好きな方。好きな方。はい。一応設定付きは何台導入あるんですかね、今回は。今5台導入なんですけど。ほう。諸事情で、すごい残念なことにちょっと調整中あったたね。今4台ですね。稼働中は4台ですね。おしり先生元新人ほぐしたろうと井下君は CG の方ですからあ、今流行りのね、あの AI の VTuber とかあの辺かもしれないね。はい、右の人動かなかった。いや、緊張してるから、みんなほぐしてあげて。そうですね、はい、皆さんに質問してくださると。そうですね。多分楽になると思いますんで。はい、前方では人気のない設定海、魅力を見せてお願いという。ああ、頑張りましょう。まあ、海自体はね、好きな人は多いんですけど、やっぱちょっと設定好きってなると、あれなんかな、ちょっと客層的にはちょっと面倒くさいと思うかもしれないね。うん、そうですね。なんじゃそらみたいな。設定好きでね、はい、設定カンパ頑張るぞっていうよりかは、こうまったり打って。そうですね。こんな演出出たわっていうのを楽しんでいただけたらなっていう題ですね。なかなかなんていうやろうな、若い人とかはね、割となんてやろう、設定付き好きっていう人多いんですけど、うん、こう。例えば50代以上ぐらいの方がちょっと設定付きめんどくさいっていう方が多くてそう私の母とかも結構パチンコスロット打つんですけど、こう設定付きとかの一種二種混合機がもうめんどくさくて嫌っていうんですよね。そうですね、ちょっとごちゃごちゃしてますね。そうそう、それがちょっとねやっぱ嫌みたいで、だから今日はちょっとねその魅力をちょっとでもね伝わればいいなと思いますんで、じゃあ音量をちょっと下げ気味にしよっかな。はい、これで1か2ぐらいでやってもらって、じゃあ早速準備できた方からシダの方お願いしてもいいですか。はい、シダ始めていきます。はい、井下君ってね、はい、あ、井下君自己紹介、キコーナーを選んだのは何でか教えてって言われてますけど地元なのかな、井下さんこの辺。地元です。地元なんでって言われてるけどね。まあいいよ別に普通に言うても全然まあ難しい質問。ほんま。まあ、井下君はさっきお話聞いてると、中途採用ということで。そうですね。もともと別の法人さんでも経験者ということで、入られてるんでね。まあ、ちなみに、まあ、地元民ということなんで、この辺の、川西の、お住まいの方らしいですよ。井下君の、あ、漢字、どんなんって言われてますね。井下っていう漢字。井戸の井に、はい、上下の下ですね。あ、なるほど、それで井下君。そうです。ね、イノシシにしたとかねいろいろ書かれてるけどうん、皆さんちょっと外れてましたね残念ながら、本命のところが落ちたからって言われてますけど、いやもともとあれやからね、ここが本命、はい、もともとちょっと左右だねいやだったら余計に転職理由言うてもええやんって言われてますけどねまあキコナさんもね、新卒とかのアルバイトの方だけじゃなくてね、まあもう最近本当中途採用の方も多いので、店長とかもね主任とかも。おお早っ、吸引言うた。はいはい。井下さんは結構引き強い方ですか？いや普段はものすごい弱いですね。弱いんや。いやニコ生向きやわ、ありがたい。しかもロングやから確変。ありがとうございます。さすが。じゃあこの後ですね、チャンスの時に六角エース出したらもう井下君今日仕事終わりやね。すごい早ってね。井下は。いや早いな。早かったね。まあじゃあ今日はね、6回転。あもうそれがおスイッチだったですね。羨ましい。はい。まあ今日は、2台ともね、ギガマックス設定で、一応その六角演出をちょっと出すというふうな感じでやっていきたいなと思います。はい、本当に他のね設定付き、本当地獄少女だったりとかね、バルブレイブだったりは結構設定看板要素が多いんですけど、そうですね。海に関しては本当にシンプルで、ちょっと難しいところもあるんですけどね。もうその一撃にかけるって感じで、はい、仕事が早かったので、ね。あ、井下君はおいくつですかってね、井下君のスペックを教えてって言われてます。スペック、28歳。はい。実はお尻先生と同い年ということで。そうなんです。ねえ、なんでお尻先生老けて見えんねやろうな。なんでやろう。よく言われますよ。ねえ、なんで、なんか年齢の割にすごく落ち着いてたね。なんでやろうな。なんでなんですかね。同じなのと言ってますけど、同い年らしい。びっくりしたけどね。はい。お、魚群来ましたね。魚群出ましたね。なんか調子いいね。ああ、いいですね。今日の魚群はあれですね、ちゃんと当たる魚群ですね。見えへん、新卒並みに若く見える。おしり先生飲みに連れてったりや。そうですね。飲みニケーション。ね、ご飯行ったことありますからね。2週間ぐらいで早いな。そうなんですよ。飯行くぞって。あ、連れてった。はい。お二人は飲める方なんですか？僕全然飲めないですね。そうなんや。木下君は？僕ももう本当に舐める程度。舐める程度。どっちもあかんねや。まあご飯でもいいよね。そうですね。魚群ひょひょってね。なんで1回転でやらかしてんねんってことでね。速攻派ってやる。もうだから保留霊みたいな感じでね。当たったってね。木下優太郎ってね。おしり先生ね、飲みに連れてってあげてってことで。まあ飲めないんで、まあご飯でいいよね。もう。仕事終わりにご飯行くのがね、そうですね。楽しい。この辺やったらどうなんですか？なんかお店あります？あんまりないですよね、この辺。ああ、やっぱそうなんや。どの辺まで出るんですか？この辺り。木下君とご飯行った時は池田駅の、あ、池田、はい、近くのとんかつ屋あるんですけど、あ、その辺に、その辺で、やっぱその辺まで降りないとあかんねや。そうなんですよ。そうか、兵庫っていうかこの辺り本当お店あれやもんね、松屋ぐらいやもんな。そう、松屋ぐらいですね。ほんまにそうやもんね。同い年の上司、部下の関係って複雑で、舐めるのが好き、意味深って言われてる。接点付きバルブレイブは私の中では安牌の台ですと言ってますね。今日も 2K で5000発いただきましたということで、いやかなりあれですね、引き強いですね。ね、羨ましいです。ね、接点付きパチンコはどうですか、お二人はたまに打ったりとか、ちょっと触った台ありますか？いやー、実は触ったことないんですよ、プライベートは。まだ触ってない。まあ導入してる店も少ないっちゃ少ないからね。おお、すごいな。すごい。どうしたん？一発告示なりまくってるね。まあ6やから一発告示になるってわけでもないんですけどね。そうですね。そう、あとあれよね、ちなみに何だっけ、白魚群があるみたいですね。あれが出ると4以上らしいですね。すごい、全部しかも奇数。あ、素晴らしい。なんかエースも懐かしいな、2やから。はい。会議室とは何があるんや。会議室に何がある。一応普通の昼間とかやったら困ることはないけどね。そうですね。駅前とかもショッピングとかね、大きいファミレスとかそこら辺ならあるしね。あるんですよね。木下君はリア充ですか？一応。あ、リア充なの？はい。奥さんおる？彼女おる？彼女です。あ、彼女いてんねや。いやー、みんな嫌いやな。ニコ生民は人のね、幸せ嫌いやからね、ほんとに。妬むから。川西ってベッドタウンのイメージがありますよ。ベッドタウンね。確かに住宅地とか、新興住宅地ですね。確かに、このキセラ川西店もね、できる前とかも、キセラ川西のなんか、なんやろ、マンションとかね、結構検索したらそんなんがいっぱい出てきてたからね。あ、そう、昔はそうだったですね。いや、敵ですね。でね、おしり先生飲みに連れてってよ。はい。飲めないけどね。飲めないんですよ。よし、爆発。爆発する。リア充爆発をお願い。先週別れた俺に謝った。別れたんや。残念。お前リア充なので土に埋めるのかも。いや、ほんまにリア充ね、みんな嫌いやからね。ちなみに今チャンスって出てたけど、マリンちゃんはね、まああれはノーマル画面になるのかな。そうですね。ハートだったんで、通常画面って感じですね。まあ3人だったり、くじラッキーとかが出るとね、割と高設定だったりっていう乾杯予想あるみたいですね。設定付きバルブレイブ、関西放送はなんでラッシュ突入できないんですかって言われてるね。いやー、まあ、なんやろ、シラ回数少ないのもあるし、引き弱い人ばっかりやね。申し訳ない。わー、続きますね。すごいね。設定付きギアスはまあまあ面白かったですよということでね、まあ、ギアスは、まあ、319のやつはちょっとあんまりやっていう人おったけどね、設定付きやからちょうど面白いという方もおられますね。そうですね、スペックがちょうどいいですよね、確かにね。今日もこんばんは、今日はキセラですね。はい、そうですね、来月は一応スケジュールいただいたらただいんでしたんで、海については話すことがない。まあ海はなんやろな、海好きもいてはるけどね。このまったり打つのは結構好きなんですよ。そうですね。時間効率はやっぱり間違いなくいいですしね。無駄な演出が少ないというのもありますからね。木下君はスロット派ですか、パチンコ派ですか？パチンコ派ですね。あ、パチンコは何が好きですか、木下さん？何が好き？打つ台とかありますか？餃子の王将が好き。餃子の王将。めっちゃあれやな、ディープディープや。素晴らしいな。好きな人やろなでもね。餃子の王将で。また今回もハートだったんで、基本パターン。基本パターン。海はオカルトがいっぱい。まあ確かにね。よくホールとかでおるね、海マダムなんかはすごくオカルトたくさん持ってはるからね。そうですね。仲良くなるといろいろ教えてもらえるんじゃないかな。今日窓まぎで3ユキチバケタでね、設定付きよりシンフォギアがいいなとかね、まあ設定付きの方が得意な人もいるしね、1種2種が得意な人もいるし、うん、普通にね、ああいう各変形が好きな人もいるからね、うん、桃鉄のやつとアグネスラムのやつは相性がいいですでね、割と波荒いですね、どっちもね、そうですね、ギャンブラーでね、カバさん、カバさんね、主任ね、から来月ただにやりますって聞きましたということでね、あれね、川岸のお客さんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。キコちゃんは見るけど、絶賛14連敗中につき、ここ1ヶ月自粛中。14連敗はやばいな。14連敗、結構きますね。1日の、じゃあ1ヶ月の半分は負けてるんですよ。もうすごいな、なんかすぐ当たった。いやー。これはギガマックスやから当たってんのがもう猪下君の引きが強いのかちょっと分からへんけどね。まあでも設定付きどうですか、スペック分かります？先生スペックで言うと、はい、ST が10回転つくんですよ。はいはい。でその後、時短合わせて40回転か60回転か90回転かみたいな。はいはい。そうですね。で、10ラウンドの渡り一番でっかいボーナスが、出玉1260玉獲得できて、はい、しょぼい方のレギュラーボーナスだとだいたい500玉ぐらいになりますね。確率分もどれぐらいですか？これは、確変中、あれかな、設定で多分ちょっと変わってたような気もしますけどね。そうですね、確変中で確か20切るぐらいだったと思うんですよ。あ、本当？一番上が。はい。まあ、それは分かりやすいよな。10、あ、星だ。あ、星や。ちょっと違うの出ましたね。あ、70回。おっと。70回。70回あ、ST10 回と時短60回で70回ですね。星だと一応あれか、ちょっと設定カンパ要素になってくるのかな。おいってね、おしり先生はいつリア充になるんですか？そうですね、一応嫁がいますので嫁はいてるからね嫁いてますので、山形からこんばんはってね、ありがとうございます。福島からこんばんは、岩手からこんばんはでね、イノよろしくって言われてるね、イノみながら、はい、ポテチ片手にこんばんは、ね、いいですね、言われてますけどもね、イノ君みんな優しいから大丈夫だよって言われてますね、はい、最初だけね、はい、もう適当でいいよってね、言われてますけど、はい、どうして今さら、2なんだろうねって言われてますけど、おきみね、そうですね、やっぱり懐かしい台のリメイクなんでね。昔こんなのあったなーみたいなので楽しんでもらえたらっていう、ね、あとはもしかしたら一番売れた台かもしれないね大人の需要とかで分かんないけど、ね、まあおきうみ2は結構生き長かったと思うからね、うん、はい、今日は断末じゃないとかでもごめんまだ入ってないんですよね、申し訳ない明日が神戸中央スロット館なんで断末か多分もう一個何やったっけ、徳川の方かどっちかはやるとは思いますけどね。そうですね。おしり先生でね。一応断末も面白そうなスペックしてますけどね。あ、そうですか。はい。あれやね、マイジャグラーのための大人の事情って昨日加古川の店長がもう重きし言うてましたけどね。そんなん言うなよ。大人の事情。お二人はいつ離婚&破局する予定ですか？いや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 。いやいやいやね。おしり先生はもう結婚歴長いんやっけ？結婚歴で言ったら1年ちょっと過ぎるぐらいかな。あ、そっか。じゃあトータルはどれぐらいですか？お付き合い含めて。付き合い出してからは3年ぐらいになるんですかね。4年ぐらいになるんですかね。そんなぐらいです。あ、それぐらいなんやね。はい。ね、マリンちゃん何歳だろうということで、じゃあこれはねマリンちゃんクイズということでマリンちゃんいくつやと思います？皆さん知ってる人多いと思うけどね。まあマリンちゃん、ウリンちゃん、ワリンちゃんいてるから、まあみんな年齢違うと思いますけど、51歳、僕は17ぐらいだと思いますね。あ、17歳ね。まあ今風じゃないけど、まあ永遠の17歳みたいなね。ファン関連残った景品はどうなるんですかって言われてますが、まあ今日まで、全国的にファン感謝デー行われまして、はい、まあね、規制関係者もたくさんのお客様来られましてね、はい、ありがとうございました。今回どうなんですか、景品全部で出た感じですか？大体出て、はいはい、そうですね、景品だったらラーメンがちょっと残ったっていう感じですかね。大きいのも全部、はい、大きいのも全部引き取っていただいて。一応、昨日の放送でも言ってたんですけど、まあ、余った商品は一応お店の買い取りで、ファン間の商品というのは購入されてるので、はい、余っても、本社に持っていかれるそうです。そうです。その通りです。そうだから、できたらお客様に全部持って帰ってもらった方がいいです。はい、僕ら得しないんで、何にも得ないんで、もらえるとかないから、はい、持って帰っていただきたいですよ。そうそうそう、ファン間3日全滅やったと思ってね。そういえばファン間で初めてまともなの当たりました。あ、おめでとうございます。お菓子の詰め合わせ。でもね、意外にSNS 見てたらファン間当たったっていうの結構いましたけどね。一等のテレビだったりね、掃除機だったり、オーブントースターだったり、まあやっぱ当たってる人は当たってるよね。いいなと思ったので。本社に景品集まるって全国やったら大量に本社に来るやん。まあでも大体は全部はけてると思うよ。そうです、あんまり残らないですよ。残ったことは、残るって言ってもほんまに今おしみ先生が言ってたね、ラーメンとかタフマンありましたね。いい缶セットとかいらんやろ。私はウリンちゃん派とかで、ワリン好きで、マリンちゃんって銀パラからずっとやんねとか言われてますね。ファン間中やはり全敗って言われてますけど、まあこういう時ちょっとね、勝負ない方もおられますけどね。私もまあファン間の日、金曜日かな、お休みやったんでうちに行ったんですけど、もう9時の時間終わってまして9時引けなかったですね。ファン間掃除機当たったとかね。あ、おめでとうございます。はい、本社に行ってお宝ザクザクとはハードオフ行きですか。いや絶対ないよね。まあどうなんやろうね、本社には持っていくけど、そんなに高額な商品は残ってないっていつも言われるけどね。アイロン2回当たりました。まあおめでとうございます。すごいね。今回なんか小型家電みたいなの結構多かったですけどね。そうですね、ちっちゃいその掃除機だったり、あとはオーブントースターとかね、コーヒーメーカーだったり。ああ、ありましたね。ヨーグルトメーカーとか。あ、そう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 。まあ普段自分で買わないんで当たったらちょっと嬉しいかなって感じですけどね。はい、新人いじりするかって言ってますね、はい、懐かしいなーってね言われてますけど、むしろその景品って店の、経費で買ったり本社に持っていかれるって嫌だよねって言われてますいやまあ店のね経費ですけども、まあやっぱりお客様に当たっていただきたいっていうのはそうです、ね、ほんまにあるから、ね、ほんまに持って帰っていただきたいですよね。あ、当たった。あ、やった、やりました。ありがとうございます。よかったですね。おしり先生、裏でネットのスロのゴッドハーデス売ってるんですが、どうしたら勝てますか？おっと、ちょっと待ってくださいね。あ、これ保留連。保留連かな？ですね。はい。じゃあ、1回転目かな、また当たりが。ちょうどあれやね、猪下君が終わってから、おしり先生。あ、バトンタッチ。バトンタッチ。今のところちょっとね、六角は出てないので。まあ今回ちょっと、いやもう、猪下君で何回当たったんやろ、4回ぐらいで、5回です、ね、5回か、うん、まあ5の0か、ね、なかなか出にくいと思うけどね、確かに海の設定付きは人気がないって言われてるんで、どうなんやろうな、まあ、設定付き自体が、まあ、出だしっていう感じなんで、あ、星ですね、星ですね、70回。うん、ええ、うちのホールではテレビが残ってたよ。あ、じゃあそのテレビはあれやね、多分本社ですかね。もしかしたら本社に持っていかれるんかもしれへんね。よその法人はちょっとわからないけども。はい。反則戻しで経費振り替え。いやー、それもしないと思いますけどね。本社に持っていかれるんだったらお客さんにあげたいよね、うまく押せやったらね。そうなんですよ。だって持っていかれても別にスタッフさんとか店長とか全然得にもならへんし、海で設定は合わないよね。どうやろうね、サンヨさんもまあちょっと試しで出したような気もするけどね。そうですね、その設定カンパ要素とか見ても、まあなんか様子見をしている感じがありますね。そうですね。まあ正直ブーブーとかね、藤庄司さんの代に比べたらやっぱりシンプルすぎるんでね。そうですね。設定乾杯言うてもなんかゆうパチとあんま変わらんような気もするけど、まあでもやっぱり高設定かなーって分かったらね、打ってしまうもんな。まあ ST10 時短67は客付き良さそうですけどね。山陽って海以外でヒット作あったって、いやいっぱいあるよ。いやせいやとかもね、スロットはもうすごい今、そうですね、あれはナンバー1ですね、うん、人気ですね。あとはどうやろうね、まあ昔の代やけど、さきとかもね、好きな人多いですし、さき僕、好きでした、やっぱそうですね、好きな人多いよね、はい、今もまあ、ゆうパチとかはね、ちょっと残ってるホールさんもありますけど、私はせいや、パチンコ好きなんで、よく売ってますけどね、はい、山陽のヒット作、さきやなんでね。マリンちゃんとワリンちゃんは仲悪いんですか？どうなんやろうね。仲いいんじゃないですかね。仲いいか。もうその辺の設定はちょっと分かんないや。そうですね。仲良くしててほしいですよね。設定付きで出すならせめて桃太郎かおきみの3で出してほしかったなーってことだね。それもそのうち出ると思いますよ。まあそうやね。まあ一応桃太郎とかおきみ3はどうなんやろな。まだゆうパチとしては稼働できるから置いてるっていうのもありそうやけどな。そうですね。もう海だけで十分やん、ね、パトレーバーも好きやったありましたね。4年ぐらい前かな。いのちさんは彼女と一緒に打ちに行ったりしますか？あ、いのしたくん全くしないですね。あ、彼女は打たないの？もうそうですね、打たないですね。行くんであれば僕一人で。あ、そうなんや。はい、ああいうこうお友達と打ちに行ったりとかいうのもあんまり、まあ、友達ともあります、ね、あ、あるんや。はい、あ、彼女は打たないんやな。まあまあそれでもいいよね、別にね。なんか一緒にうちに行ってどっちかが出てどっちかが負けるとか言ったらちょっと喧嘩になったりするもんね。なんで私出したのにとかいうね話よう聞くからね。ありますね。僕も一回嫁と喧嘩しましたもん。あ、本当ですか。はい。イライラしてるところで隣で座ってさっと当たってなんやねんお前ってキレられました。あ、奥さんにキレられたんや。はい。逆、珍しいパターンやね。逆にキレられました。彼女がいるだとパチは一人で行くのがいいわーという人もいますね。まあここはね楽しみ方が多分その日で違うからね。友達と行ったら行ったでこう好きな台共有して楽しめるし、そうですね。一人で行くときはこうなんかねもうぼーっとしたりとか、うん、あとはその台本当に集中して打ちたいときは一人で行くかな。言われてますね。2人はパッチ、嫁&彼女と行くって場合は財布一緒ですか、別々ですか？別ですね。あ、別なんや。僕は一緒でしたね。あ、一緒なんや。それは揉めるな。当たってるのに。それは揉めるな。確かに。うわーね、設定なんてね、芸術会議要素がないのが気楽なパチなのにって思うよねってことでね。まあちょっとね規制緩和なったけども、まあちょっとどうなるか分からへんということで、まあ、設定付きもね、うん、ちょっと流行らしていこうかなっていうのはあったと思いますけど、うん、まあ昔もね設定付きの台はあったそうなんでね、うん、はい、言われてますけどね、設定確定演出見せないとダメなのに魚群出せよ白魚魚群ね、そうです、白魚魚群出したいですね。一応設定4以上濃厚らしいんでね、もし打った時にあ、なんかこの魚群いつもと違うなと思ったらちょっと覚えておいてもらえたらと思いますね。設定付きを見てアマデジやけど設定6は99じゃないんですねってことで、そうですね、100ちょっと超えるんですね。確かに U パチなのか、まあ、ライトスペックというかちょっと難しいけどね、言われてますけどね、マイマイのご両親は確か競艇以外手を出されているんですよね。うちは母親は競艇も競馬もしないですけどね、父親は競艇と競馬好きでしたけどね。うちの母親はパチンコ好きなんでね、昔の代はよう知ってますね。全然私より詳しいと思いますけどね。カップルで来てる人って女性が見てること多いな。彼氏もしくは旦那さんが売ってて、彼女さんが横で見てるってあれか、うん、かまあ、うん、彼氏さんが出てたらね、なんか一緒に打ったりとかしてるよね。そうですね、そうそう、何も知らんけどなんかとりあえず打ってみみたいな感じでいうのは結構見ますけどね、言われてます。彼女とか友達とかでパチ行かないならライバル会社の人と行ったことありますか？これどういうこと？あ、井下君か？前の法人の友達ってこと？どうですか？あります？なんかまあもちろん仲良かった人もおられると思いますけどね。まあそうですね。まあ今ちょっとそうまあやめたからあれか、あんまり連絡とかもない。どうなんですね。この辺は2パターンに分かれそうけどな。なんか仲いい人はそのまま取るやろうしね。まあ仕事やからね、結局はね。いろちょ、俺と一緒に行かへん、王将の面白さ教えてお、ね、ずっと語ってもらえるかもしれへんで、ね、一緒やったら揉めるとこないやん、勝っても負けても同じやのにって言われてますけど、でも、おしり先生、これはやっぱ揉めるんや。そうですね、僕の場合は揉めました、ね、揉めたんや。あとあれじゃない、こう例えばね、はい、こうどっちがいくら投資してとか、その取り分とかもちょっと喧嘩なりそうやけどね。最近、北斗無双で27000発出て、スイッチとポケモンを買いました。おめでとうございます。ポケモン、確か先週か、なんか出たんだったかな、17日かなんかにね。なんか EV とピカチュウやったっけね。あ、そうですね、EV バージョンみたいな。そう。でしたね。なんか、えらい、すごいね、綺麗になって。結構買われてる方多いみたいですね。私ちょっとポケモン世代じゃないからあんまりあれやったんやけど、お二人はポケモン世代ドストライクじゃないんですか？ドストライクですね。ねえ、確かに。ああいうのはします？なんかもう一回そういう、まあ、リメイクになるのかな、あれもスイッチ。そうですね、ポケモンはもう初代のルビーサファイアぐらいで僕止まってますね。あ、止まったんや。今やったらもうちょっとシステムも変わってるしね、綺麗やと思いますけど。最近のポケモン全然立体ですからね、僕が知ってるより。そうですね、確かに絵も綺麗しね。こんばんは、茨城から見てるってね。ああ、イライラするとこれゴッと打ってる人やね。当たっても犬しか来ないでね。おしり先生どうしたらいい？もう耐えるしかないです。耐える。もう犬しか来ないのはそういうもんだと思うしかないです。大移動する、大移動ね。子供会で旅行に行く時の集合場所が近所のパチ屋の駐車場だった。子供ながらにパチに馴染みあったのかもしれない。あ、なるほどな。まあ、今は何になってるってことか。まあどうやろうね。昔はなんかもうちょっとゆるゆるやったんで、なんか子供も全然ホール入ったりとかしてたもんな。昔は、ほんまにもう20年以上前かな、30年前ぐらいまでかな。結構お子さんおられたよ。私が中学とか小学校の時も普通におったからね。あれはまあ、よくはないんやろうけど、普通におったね。小川家は由緒あるギャンブル血統なんですね。いやー、ギャンブル血統かどうかわからないけど、そうね、うちの家族大体パチンコはするね。だから帰ったらいつもパチンコの話は用意してたよ。おしり先生の奥さんは働いてはるんですか？いや、今働いてないんですよ。今はもう子供が、あ、そっか、まだちっちゃいんで、そっかそっか、ずっと子育てですね。命俺とパチ行かない、サンドや両替機の良さを4時間くらい語っただけ。別にいらんよな。両替機の良さ、画面揺れまくり。あ、ごめん、ちょっと頭当たった。初代は緑の赤だよ。あれじゃない、だからその初代というか、そのルビーサファイアまではやったってことですよね、多分。今週から来月にかけて信頼ラッシュなので、どれ打つか迷いますね。迷いますね。おしり先生はどうですか、なんか注目してる台というか。僕のおすすめは、まあ、さっきもちらっと言いましたけど、男女に出会いを求めるのは間違ってるだろうか。ああ、段待ちなんや。段待ち、あれちょっと面白そうだなって。おしり先生はスロットやもんな、スロット好きやもんな。はい。ただパチンコ、これ1個絶対おもろいってのがあって、沼。ああ、そうですね、あれはなんか話題になってましたね、SNS でも。はい、うちも2台、次の入れ替えで動きはしないんですけど、12月の台かな。あれは絶対面白い。あ、本当。絶対面白いですね。あれも誰だったかな、誰かエリアマネージャーがシラ会というかね、展示会行かれた時になんか動画上げてましたけど、すごいみんな食いついてたね。それはカイジ嫌いな人いないでしょ、漫画。まあ確かにね、まあ、しかもその沼感がめちゃめちゃ出てるっていうね、はい、再現度が高いなと思って。確かに、まあ、あれは注目してる、あれは注目してます。もう言うてもう2018年も終わりますからね早いね。そうですね、11月の仲間ですよ。ほんまやね、まあ、あと1ヶ月ちょっとしかないわ。あとは年内はもうあれかな、 AKB と、ガロかな、この辺になるのかな、もう最後のタイトルというかね、まあ、年内最後はその辺になるかな。子供がこぼれ玉拾ってたよね、昔ってことでね、懐かしいね。赤いキルデと緑のタルキ。おしり先生、クリスマスケーキはどこで買いますか？はい、ライフ、イオン。クリスマスケーキはそうですね、まだ決まってないんですけど、はい、まあそこら辺ですかね。そこら辺かな。そう、最近イオンができたんですよ。ほう、お住まいの近くに。そうです、そうです。そこら辺ちょっと行ってみたいなと思って。イオンはもう子供おったらずっと折れるらしいですからね、子供さんはね。はい、すごいよね。ポケモンルビーサファイアは秘密基地、懐かしい。あ、秘密基地、あ、覚えてる。江ノ下さんはゲームとかはやられてたんですか？ゲームはそうですね、ポケモンでいうとサンムーンまでやりましたね。あ、結構やってるね。サンムーンって最近じゃないですか、まだまあまあやってる。スイッチのやつはどうですか？スイッチは持ってないんですよ。ああ、そう、まあハード買うまでって感じ、今は。そうですね。あ、なるほどな。俺の親戚のおっちゃんは子供を太ももに乗せて売ってたわーってね、言われてますね。いやー、なんかね、そんなん多かったと思うよ。私の母の話でも、私がちっちゃい時はもうほんまに、なんていうの、子供赤ちゃんやけど、はい、ホール連れてって売ってたとかいう人いたらしいから結構まあはちゃめちゃなほんと時代もあったからね。そうです、今では考えられない。そうそうそう、今はまあ割としっかりね、こう規制とかもできてきてるから、はい、あれやけども、昔はもう本当にね、なんかそんなん多かったよね。まあ今みたいに、あとホールも全然綺麗じゃなかったからね、もうタバコとかもすごかったし、もう今そう思ったら本当に綺麗になったなと思いますけどね。子供の頃よく車内放置されてたもうダメですよ、それダメ絶対やからね。この前間違って親が甥っ子連れてきてて、パチ屋に俺を迎えに来た時に間違えて入って店員飛んできてたよあ、甥っ子さんがあれから呼びに行っといでみたいな感じで入れたんかな。まあ一応店員さん話は聞きに行くやろうけどね、どうしたんですかっていう。そうですね、あるとは思うけどね。はい、断末例の日もおってね。沼、おしり先生、店傾ける気やろ、はい、水入れんの手伝うぞ絶対そう、何リッターいんねん妄想がはかどるでしょ。そうそうそう、やばいやばいってなるよね。もう一度言って、男女になんだって、男女に何やったっけ？男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか。男女じゃないで、ダンジョンやで、皆さん。ダンジョンです。これアニメ半減ですね。そうです、確か何年か前にアニメやってたけどね。はい、沼ってね。おしり先生、バトラー君の結果について一言。バトラー君のゆるキャラですか？まあ今日でゆるキャラグランプリね、すべて終了ということで。そうですね。花園ラグビー場でね、最後の投票行われてたみたいですけども。はい、ちょっとエリア違いますけどね、都民マネージャーとか、あと、ブロック長とかも、そこ行かれてたみたいでね、まあ、たくさんの方来られたみたいなんで、ありがとうございました、本当に。僕、頑張って投票したんですけど、ね、あ、そうなんや、毎日投票しました、僕。偉い、どうなんやろね、こう、組織票じゃないけど、なんかこう、団結票はちょっと少なかったかもしれない。そうですね、まあ強制じゃないもんね、もうちょっとって感じなのかな。だからまあそれがリアルかもしれない。他のだって企業がやっぱすごいもんね、なんかね。そうですね、関電さんとか、うん、あれはどうなんやろうな。すごいですね、あんな追いつかれへんわ、もうぶっちぎりって感じですか。内容は好きだけど絵がいや下手すぎるということで、これはないやろ、開示かな多分沼絶対怖い。東大阪市ですか？そうそう、花園ラグビー場ね、ラグビーの聖地ですけども、今日ゆるキャラグランプリの最終で、土日かな、各ゆるキャラの企業さんとかが来られてたみたいですね。はい。あ、カイジね、嫌いだ、絵がどうしても受け付けないという人もいますね。あ、嫌いなんですか？まあ映画だからどう捉えるかっすね。絵が嫌いな人がそうかいるのか。めちゃめちゃ顎とんがってるしね。ちょっとカクカクしてるよね、絵がね。カクカクしてますね、顎らへんとか。確かに。皆さん、今までで売った台で、ゴミ台って思うものありますか？名前をそのまま出せないなら1文字ぐらい P を自粛で入れて教えて。ゴミ台のだから基準よね、どこをゴミと思うか。でね、結構ね、私 SNS、あんまりその頻繁には見ないんですけど、その経営すだいとかね、よう言うてはるけど、これはなんかどこを見て経営すなんかなっていうのもあるしね、演出が経営すなのか、もうスペックが経営すなのか、演出が経営すなのか、分からへんからね。そうです、自分がこう相性悪くて勝てないからとかね、いろいろありますよね。そうやな、私はもうBB っていう題があったんですけどそれぐらいしかちょっとかすない言うたらおかしいけど、ちょっと思いつかへんな、演出がちょっとよく分からなかったんで。そうやな、それ以外は別に売ってて特に何も思わないんでね、当たらんかったら当たらんかったで、もうしゃあないなと思うし、演出が面白くない題がやっぱかすとかなのかな、分かんないけど、相性悪いとかもあるからね、なんとも言えないですけどね。台自体面白くなくても相性良かったら売っちゃうしね沼怖いってね、吸い込まれ方も再現度高いはずってね、でも絵じゃないと開示じゃないよねってことですね。そうですね、赤木とか開示とかあの辺はやっぱね、銀と銀とかはあの絵じゃないとやっぱちょっとリアル感が出せないような気がする ね、あの感じが僕は逆に好きなんで。やっぱでも男性ファンの方が多いんじゃないですか、開示は。そう考えると男って感じの絵してない、なんかゴスゴスって感じの。どうやろうね、 AKB とガロは絶対にスペックダウンしてると思う。 AKB はでもちょっとなんかシステムがちょっとちゃうみたいですけどね。19、前はね199の一瞬一瞬でしたけど、なんか319やけども、なんかラッシュがあったりとかなんか出たけどね。沼一撃5000発いけるのか、親は兄貴を小さい時連れてったらしい。昔は良かったからね、まだ。エスティアの父を拝む台、これ断末静かに断末ですね、エスティアは。この間間違えて4八のダンバイン319ってオス1だったのがビビった。嬉しいですね、それ18かと思ってたってことで、これは嬉しい誤算ですね。ダンバインもね、本当まだ頑張って稼働してるお店もありますからね。カッパの着ぐるみが優勝してたけど知らんわ何のゆるキャラやったんかなって。確かになんかカッパニュース出てたけどね、ちょっとあんまり分からへんな。チータンではなかったね。福本さんが描く女の絵はさすがにひどすぎる誰やったっけ、みこことか、あと誰、西本さんやったっけ、女の人いますけどね。断末のヘスティア様はあの青い紐がいいって言われてますね。ダンマチは、おしり先生見たんですか、アニメは。いや、実は見てないんですよ。スペックだけ。スペックだけ。なるほどな。ゴミ台は一つ前のスローセーラーってことですね。おしり先生のお尻は今日も叩かれる予定ですか。そうですね。初代マクロスは当たっても面白くなかった。そう、初代マクロス結構好きやったけどな、私。結構特殊な感じやったけどね。カイジより赤木初代をでね、よう勝たしてもらったってやけどね。やっぱ自分と相性がいい台はやっぱ好きなんかな、新しいスロットのルパン三世はあんまりやった。世界解剖ですか、毎回目を強いるシステムのやつね。そうですね、確かに単純作業って感じになりましたもんね。おしり先生ならスロセイヤ前のやつね、ダメなの分かってくれるよねって言われてますけど、一つ前のやつ、一つ前だから黄金セイントのやつかな。そうですね、はい。あれでも月々ある最初のセイラのスロットも結構重たいイメージはあったんやけどね、どうやろうね。まだ置いてる店もちょっとだけありますけどね。ちょっとだけ、そうですね。福本先生の女性は残念なのばっかりだからしょうがない。BB ナッツ当たっても面白くない台はたまにあるようで、ブレイブ10、ブレイブ10ってあったね。大丈夫、詰まった。おっと鍵ある。トラブルか裏あれですね、玉詰まってる。ブレイブ10自体が導入台数があんまなかったもんね。デスパレー面白くないのは大勝ちしても面白くないのがゴミ台。なんやろうね、なんかようわからんかったのはほんまに BB でしたね。大丈夫お尻先生出番ですね。大丈夫、そっか、球があれか流れてないから。ちょっと待ってくださいね、そうそう、いつもはねこれ営業中は球循環してるからね粉ないんですけど、営業終了後は止めてもらってるから、ちょっとこの間あれやな、ちょっと待ってくださいね。あ、いいですいいです、はい、落ち着いて、はいはいはい、まあ生放送ならではやと思ってください。はいはいはい、俺も子供と並んで歌してたら図柄が揃って焦ったことある。あるよね。あ、そういうことか。今多分だからスイッチ入れに行ったんやと思う。たった35回転のうちに3回もミクさんリーチって全部へし折られてもこの台好きってことある。あ、これシンフォニアね。AKB はなんで199にしなかったんだろう。いや、これはみんな思ってるよな。CR 人生ゲーム、わけがわからなくてワースト1。あ、そうやね。人生ゲームはわかる。あ、当たらんなった。人生ゲーム懐かしいね。フラッシュが意味が分からへんかったね。ディズニーであるアトラクションが今日11時間待ち。わあ、しんど。だ前は319より256。あ、あゆを貸すやった。貸すやけど愛すべき台っていう人多いな。浜崎あゆみはね。これで大丈夫かな。はい。あ、それね、循環、音流れましたね。はい、メンテサボってるんじゃなくて、スイッチ切っとったからね。そうです。じゃあお願いします。はい、みここの中の人がラブライブのメンバーなのは驚き。あ、声優さんがってことか。カッパのゆるキャラは埼玉のこれ四季市っていうのってとこらしいけど、岩手の私としてはカッパといえば遠野市なので違和感がない。あ、これは地域で違うってことだ。ごと来たと言われてますけど、これごとやったらごとで当たってたらもうすごいけどね。はい、循環器回しとけよって。でも意外にね、循環器の音がね、結構放送に入るから、止めてもらってるお店もあるんですけどね。はい、でもたまにやっぱ玉詰まるよね。優勝候補とだ。生放送でもこれはめったにないのでは。この間の姫路店あったけどね、ちょうど当たってる時に裏詰まったんでね。他の店の玉を入れたらおかん。入れてよ、はい。循環器の入れるの忘れてたらあちこちでこんな状態が起こるんですよね。そうです。こうなります。これ確かね、どっかの店の方が一番ね、大きいミスしたことありますかみたいな話で聞いたら、まあ最近怒られたんがそれやったみたいで、循環器を忘れててそう、営業中ちょっとえらいことになったっていう話されてたんで、まあそれでリスナーさん知ってる方多いよね。いいよね、生放送ならではやから、こんなんもあるよっていうの分かってもらえたらありがたい。ワイもまだ曲げでゼブラ外したけど好きということで、そうやね、演出好きやったらね、あゆのリーチひどかったよな。でもなんかね、癖になるから売ってたな、第一章ね。今回の AKB、水泳大会っぽいとことなんかの台に似てるわ、出てるね。スキージャンプペアもう一度打ちたい。これは知ってますかお二人とも、スキージャンプペア。知らないですね。あ、本当おしり先生知らんのや、はい、意外。スキージャンプペアは面白かったけどね。ちょっとスペック特殊やったと思うんですけどね。私、スキージャンプペアちょっと一時ハマりすぎて、はい、スキージャンプペアだけのなんかDVD みたいなのがあったんですよ。演出の DVD みたいなね。あ、そのスキージャンプペアって、スキージャンプって冬のスポーツあるじゃないですか、はい、K 点越えとかいうやつ、はい、あれをペアで飛ぶ種目の台みたいなのがあってね。その台の技がめちゃめちゃ面白いんですよ。あれはちょっと面白かったよね。知ってますよって。大惨事じゃないかって。爆笑台を知らないのか。いや、あれおもろいよね。ネタな台なんですよ。もうほんまちょっとね、くすって笑っちゃうような台。いやー、懐かしいな、確かに。あれはもう愛すべき台やね。平和から出てたと思うんですけどね。そうですね。あ、稲下君は知ってる？あれ面白いよね。あれ面白いですね。面白かったよね。あれ知らないんだって言われてるんで。忍び魂も似たような。あ、そうやね。はい。ちょっと特殊スペックでしたもんね。面白かったですね。一時期あれちょっと流行ったね。はい。懐かしいな。おしり先生また犬出てきた。10回連続で犬どうしたらいい？もう大動する。そういうもんです。大動する。この右は白魚群があるんですよね。ということでちょっとまだ出てないけどね。はい。そうですね。設定4以上で。そうですね。出るっていう風には言ってましたんで、ちょっとあれやね。出していただきたいね、なんかね。あとはサムを出してサムネにするだけの簡単な仕事でね。設定付きの天竜出してほしいですという声もありますけどね。韓国のカジノにある海物語は魚群と図柄逆に動くらしいよ。あ、そうなんや。あ、魚群来ましたね、おしり先生。普通の魚群でしたね。そうですね。これは普通でしたね。逆やったらちょっと違和感あるかもしれへんね。ちなみに井下さんの台はあれかな、シャチのリーチか。なんかこれだけ出てきたらワリンちゃんが乗ってるイメージがすごくあって、うん、あ、4で当たりましたね。当たった。昨日、気候なの新ホギャで6雪勝ちましたということでね、あ、ありがとうございます。じゃあどっちも設定6でしょということでギガマックスですね。はい、そうです。クラゲか竹とんぼだって飛んでいくのとこ笑ったこれあれやね、スキージャンプペアやな、はい、昔はオリジナル台多かったのにねということで、そうっすね、なんか自社独自のなんか版権というかね、頑張ってくれてた時代もありましたね。そういえば今ありますかね、なんか版権頑張ってんの。大体アニメ版権かな、ゲームとかあれじゃないですか。コマコマクラブはあれどうなの。ああ、コマコマクラブはなんかゲームあんのあれ。そうですね、版権どうなんやろ、あれはどうなんだろう、ゲームとかあんのかな。でも昔前は版権いらないから歴史物だらけだったよ。まあ確かにね。あとあれよね、なんか 42.195 キロとかあったね。あれニューギンやったかどうか忘れたけど、スキーは実況面白かったよね。おしり先生、一回多分ね YouTube とかで、ね、残ってると思うんで、はい、一回ちょっと見てみてください。調べてみます。ほんまに面白いですよ、あの台。昔はすごかったね。カモン達夫さんの台が私の一番笑った台。確か、あ、そうか。あとエガちゃんとかもあったしね。エガちゃん、エガちゃん、あのエガちゃんですか。エガちゃん、あれ確か豊丸さんがどっかやったと思いますけどね。まあ今三峡の CRF ジャングルって知ってる？海が綺麗やった、あ、滝が綺麗やった、あ、これは知らないや。何年前やろう、加山雄三とかやったら知ってるあれ三陽やったと思うけど、江頭の台よかった、あれおもろかったよ。七人の侍好きだったけどすぐ撤去されたな。これはビスティやったかな。いや、ほんとね、ちょっと前、まあ10年ぐらい前とかね、結構なんかお笑い芸人の台があったりとか、時代劇もんとかも結構ありましたよね。パンカン安定の外れ、ティッシュボックスとヤクルトとタフマンとクッキーもらいましたお疲れ様でした。お疲れ様ですまあどうなんやね、まあ、なんかいろんな店長をね、放送出たときはやっぱなんやろ、台数が少ないお店行ったら当たる確率が高いとか言うてたけどねどうやろうね、まあ狙って、もしね、次ファン感あるときは、もうちょっとその辺もね、視野に入れて、うん、どうしてもちょっと狙いたい人はやってみてもいいんじゃないでしょうかね。YouTuber みたいな感じでね。ちょだまが約6万発なくなりました。とほほ。6万発はい。リカバリーにはお世話にはならんぞってね、自主機種でできる俺、褒めてーってことで、偉い。ちょっとでもあれやな、6万発なくなったって相当やな。いや、お察ししますけどね。地味にタフマン嬉しかったよ。めっちゃもろてるやん。あれ、なんかタフマンってカンカンもあるらしいですね。私瓶のタフマンしか知らんかったけど、カンカン缶のタフマンもあるらしいです。ビスティ水玉ボタン時代、あ、これね、七人の侍、料理のねだっけ、鉄人も忘れないでね、皆さんビスティあったからね。意外と七人の侍好きが多かったでね、毎歩はヤクルトしかくれなかったっていうわけでどうなんやろ、地域におんのかな。クッキーとかはちょっとわからんけどね、はい、ダンマチは信頼入れるために入れないとダメだった台だったってね言われてますけど、まあでもそれでもね、スペック好きな方はおしり先生みたいに、はい、ちょっとね期待してる方も多いんちゃうかなと思いますね。シンフォギア台数減って座れなくなりましたでね、今日はシンフォギア祭りのように出てましたよということでね、シンフォギアもどうなんやろうね、まあちょっと1年、3ヶ月か4ヶ月ぐらい経って、ちょっとなんか30代、40代とかの店はちょっと減らしてる傾向はありますよね。そうですね、うん、まあやっぱり同じ一種、二種、混合機の台が増えてきたっていうのもあると思うんですけどね。今回でいうとアリアとかもね、そうですね、アリアもミドルですけど、そうそうそう、あれもあるし、まあ、これからのその信頼の兼ね合いもあるんじゃないかなと思うね、まあ、あとはそのホールの客層はかなり重要視かなと思いますね。なかなか大型店でもアニメ版権受けない店とかももちろんあるんでね、スローダンマチは期待してますっていう人いますね、うん、6万発。いいと思います。タフマンのエナジードリンクあるね。あ、そうなのね。CR スター・ウォーズは個人的にはいまいちでした。でね。あ、信頼のですか？信頼なのかな？スター・ウォーズもう出るんですか、また。あ、スター・ウォーズ、スター・ウォーシャンと勘違い。あ、そうどんな感じがスター・ウォーズですね。スター・ウォーズ。スター・ウォーズは信頼ではないですね。これ前の台やね。まあ、三協さんが出してるやつやったかな、多分。そうです。3D に見える。確かね、やつだったかな、確かリメイク版のガキデカは全く面白くなかったあったね、ガキデカとか。あとなんやろう、うちの玉知りませんかとかもあったような気がするけどね、昔。マジカルタルルート君とかも大あったよね、確か。あとチェッカーズとかもあったし、あと義経とかもあったら、なんかその辺10年前とかの代の話とかバーってなってきたら結構いろんな思い出すね。 TRF とかもありましたからね、昔。ありがとうございます。 TRF ありましたね。そうそうそう、多分あれももう10年以上前ぐらいだと思いますけどね。普段朝一栄養ドリンクくれる店もある。無駄に嬉しかった無駄ではい、梅田のあ他法人はまだ40代50代あるよ、シンフォギア。まあ多分客層がもう若い人多いんでしょうね、梅田だとね。アリア WA は私が座ってダメで離れて3回転目で当てられてもう嫌になりましたトラウマなあるよね、もうそういう時見たくないよね。今からの時期はティッシュボックスとタフマンは使える。確かにね、ちょっと疲れた時とかタフマン飲むし、ティッシュはちょっと鼻水がね出る人は重宝するよね。あ、また当たった。当たりましたね。フェイス・オブ・ダース・ベイダーの時のスター・ウォーズは好きでした。タルルート夏いなんだけど、逮捕しちゃうぞはハマった。逮捕しちゃうぞは、あれやね、私スロットやったら私もめちゃめちゃハマりましたね。5号機の最初の方の台やったんですけど、私がスロットハマるきっかけになった台ですね。TM レボリューションは俺は嫌だった。あれ面白かったですけどね。結構面白かった。システムがね、割とちょっと、はい、斬新やったんで、X ジャパンは意外と良かったX ジャパンなX のね役も出てくるやつね。一世風靡もあったなーってありましたね。結構こう見たらなんてやろう、歌パチというかね多かったね。お尻先生引き戻したんで、あ、これはハートなんで、あれか普通のやつやね。おめえ究極審判打ってきました。周りがうるさくて天使と悪魔の声が聞こえなかったゲーム性を理解しないときつい気がします。まあ一種に四混合機ですけどね。そうですね、まあエースはめちゃめちゃ単調やと思いますけどねだからごちゃごちゃしてる台は嫌やけど、一種に一種打ちたいっていう人は多分究極審判えんちゃうそう究極審判なかなかね演出面、演出面尖ってるっていうか、もうシンプルやもん。ほんまに2分の1の剣のあれだけやもんね、バッテンの、そうそうそう、分かりやすいけどね。春のワルトすごい出したから好きだった。タイタニック好きでしたってね。X ジャパンの役物の使い方は許せない今ちょうどまたね、X ジャパンの YOSHIKI さんかなとか、トシさん割となんかテレビでもこう注目されてるんで、またね、なんか、出てほしいよね。そうですね、歌手と芸人の代は歌ないまあ歌パチもなんやろよしあしあるからな。あ、また魚群なんか案外今回あれですね、普通に魚群流れます普通の魚群ですけど白いの見たいけど、ね、まあアキナとかはまた出してほしいけどな、あ、当たりましたね、ゴーストニューヨークの幻、あ、懐かしいな、藤商事ですね。そういえば吉本のパチもあったねって言われてますね。ありましたね、吉本タウン。吉本のねパチンコは結構意外に出てるんですよね。昔もなんかそのダウンタウンが主役のなんかパチも出てたし、何だっけ、明日があるさっていうなんかドラマか歌か流行った覚えてません？確かあれもなんかパチンコあったような気がするんですよね、大昔。2003年とか4年とかやったと思うけどな。あ、やっぱね、ダウンタウンが出てきたパッチの役物はひどかったこれね、吉本タウンは面白かったけどいかんせん突入率が最悪でした。そば屋の源さんのエビ天役物は笑った。パロットの話が一切ない。パロット知らん人ばっかりちゃうかここ郷ひろみも出ないのかな。郷ひろみ面白かったけどね。ピンクレディーも好きでしたでね。春のワルツはぶっ壊れ台やから核変機なのにすごい連チャンしました。寿司屋の源さんも好きでした。パロットって何っていう質問来てますけどねおしり先生、パロットは知らないんじゃないですか。はい、パロットわかる？わかんないっすね、やっぱね。私もちょっとわかんないからね。パチンコとスロットがなんか一緒になったやつやもんな。氷川きよしは忘れられた存在。いやでも氷川きよしようったで、私今言われて思い出したけど、先生少女ななみも地味に好きでしたドラムのやつかな。パロットってパイロットの仲間ですか。CR コメコメと氷川きよしは打ち損ねて未だに後悔してます。米米は面白かったな、私は。フェイスオブ、何やったっけな、ジェームスやったから、あれが面白かったけどね。氷川きよしおもろいよ。米米クラブ面白かったよ。タロットは立ち玉の15玉で1回転回せるスロット。あ、そうですね。パチンコとスロットの合体になっちゃうからね。でも、正直多分私は見たことないんでね。米米は打たなあかんぞ。めっちゃ出たのに。太陽エレクさんやったと思いますね。これピンク氷河だったから。北島のサブちゃんの話は出ないようだ。あ、どうなんやろうね。なんか、王将とか打つ人は、この辺はどうなの？サブちゃんとかは触らないんですか？井上さん。そうですね、触ったことないですね。要は、置いてる店は、祭りだサブちゃんでずーっとなんか音流れてはいますけどね。CR キョンシー好き。飲みジュリ好きやった。次から次に新しいの出てきて、あ、ゴミ代忘れちゃうってことで。確かに出る、もう頻度がね、今早いから、覚えれないんですよね。なんか言われたら思い出すんやけど、ね、ジャン玉なんてもっと知らんやろ。わかんないな。一番好きだったのはライトミドルの1期当選。2日連続で5万発出たのが印象的でした。最近冬に注目台出すから困るっていう人もいますね。まあ、検定とかの時期とかもあると思うんだよね。読み尻私も好きでしたで、ね、パチきっかけにアニメも見ました。太陽エレックの銭形くん好きやった。わからん。太陽エレックの銭形くんってあんねや。サムライジャンブル好きやったとかね。ジャンブル面白いね。アニメも面白いですもんね。太陽エレックの。そうですね。あれもう、ね、続き出てないですね。そうですね。あれ。もう3年ぐらい経つんじゃないですか、前のやつから。また犬や、11回連続。先生どうしよう。頑張ってください。今日はもう犬しか引かれへんじゃん。ライディーンのアマデジは名機。ああ、わかる。これ、高尾の方かな。ダブルライディーンとかもあったけどね。エレクといえばギャラクシーエンジェル。ギャラクシーエンジェル。ああ、明日うちに行こうって。10年前といえば。ああ、竜が如くという神代を忘れてる。ああ、竜が如く。竜が如くは結構スペックがしんどかった覚えがあるけどな。まあ、太陽エレックって感じやなと思いましたけど。ヘルシングはパチのおかげで存在を知りました。あ、ジャンキューパチの元になったものです。あ、そうなんや。10年前といえばエヴァばっかり売ってた。もうエヴァ一番人気あったんじゃないですか、10年前やったら。そう、エヴァ全盛期じゃないですか。だってもうホールさんだってエヴァ40代とかね、エヴァ島がもうできてた時代ですからね。そうですよね。そうそう。今日のは信頼ですか、どうぞ。これは、設定付きの、海物語になりますので、信頼ですね。はい、今の信頼ですね。はいはい、聖夜の初代のゴールドセイントと戦って確変で佐賀倒すのが良かったんでね。あ、初代聖夜ほんまに打ったんで懐かしい。キン肉マンの小当たりラッシュが懐かしい。わかります、大瀬先生。筋肉マンの小当たり。強楽のね、キン肉マン。最初のやつやと思うんですけど、これ。天国の階段とかとね、同じ時期に多分出たやつちゃうんかな。僕、筋肉マンはタワーみたいなのを登って戦うやつしかわからないですわ。あ、じゃあ、新しい方かな。新しくはないけど、ね、2の方かな。そうですね。悪魔将軍と戦う方のことを言うてはるんやと思うんですけどね、これ。小当たりカウンターというのをね、お店ごとに置いてるのあったな。確かに懐かしいわ。強楽の銀河鉄道39は面白かった。あ、確かにね、鉄道役物がちょっとインパクトあるやつね。10年前、アクエリオンの初代でね、エヴァは見てなかった。A ネーションもあった。また出ますが、ブラックラグーンは1作目の演出が神、3作目も期待しますので、これはパチンコ出ますね、確かね。そうですね、次の入れ替えで。12月に営業開始になるやつですね。なるほど。一蓋と最後の下良かった。G1 ドリーム、萌え剣も良かった。悪大官笑った。悪大官ね、液晶のやつあったね。ありましたね。エヴァは福音からおかしくなった。まあ、これね、いろんな意見あるけど、私は福音までは全然売ってたからな。僕も福音好きでしたよ。あれ、エヴァにしたらちょっとスペック尖ったじゃないですか。確か2000発搭載とかで。で、演出もだいぶ増えてしまったからね。セブンは正直そんなに好きじゃなかったんですけど、そうそうそう。福音まではよう打ったな。俺は初代筋肉マンが人生で初めてパチ打った台。ってことは多分10年ぐらい前かな。42.195キロとか話題すら出ない。ね、マラソンの台ありましたね。復刻版でもいいので黒ひげ出てほしいってね。知ってます黒ひげ危機一髪。これ多分スロットもパチンコもあったんですけどね。パチンコの方言うてんのかな多分この方は。松崎しげるさんがね出てくるんですけどスロットの方の黒ひげなんかうっすら覚えてるような。山さんじゃなかったかな、ね、スロットは。パチンコは多分京楽さんですね。響さん姉妹打った。あ、懐かしいな。エヴァセブンいいやんかで、ね、エヴァセブンはねなんか確変突入率が 60% かなんかであんま継続率良くなかったんよね確か。そうですね確かそう、そうですね、あの福音がよかった 70% ぐらいでなんか良かったからなんかセブンがすごく地味に見えちゃったんですよね。福音のライト目ぐらい良かった。最近のゴミ台あるやん。完全に忘れてた R18 もうまあ、ありましたね。どうだろう2018年のちょっと紙代とカス代ちょっとみんなで考えようか今度ね。お前忘れてたわか、うん、ゴミ代か分からんけどちょっと言われたらなんかあったわ出てきますね。どん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 10年後にゴミ代認定されるのは R18 ってで、ね、初代ガチンコセブンは相性良くて必ず勝てた。 R18 そんなんあったっけってね。パッカにパニックあったよね。ありましたね。パチスロットの方は私知ってるんですけどね。パチはちょっとあったか覚えてないけど。おしり先生なんか急にレンジャーしだしましたね。あ、そうですね。ただ全然設定完売予想出えへん出えへんけど、R18 は10年後じゃなくてもすでに認定済み。第一のユーパチ、箱置きは意外と刺激性があってびっくりしました。箱置き懐かしいな。マックスとライトミドルよう打ったな。ポポンポン、黒ひげポンってね、懐かしいね。空気台だった R18 ってね、箱置きは打ち込んでましたよーってね。じゃあどうしますかこれ、おしり先生が7やから、そうですね。チャンス見て、ST まで回して終わりましょうか、じゃあ。そうしましょうか。はい。箱置きは神台。いや、箱置き打ったな、懐かしい。みんな R18 で前回1やって言われた。今年のワースト台から。第一は確定音がどれも耳に残るいい音でした。加速装置ついてた第一さんの台は良かったな。黒ひげ危機一発は神台だよってね。細川隆とか裸の大将好きだった。濃いな。今年のゴミは R18 に OK。いやーねー、三京さんどうなんやろうねシンフォギアでうわー言われてて R18 こけーみたいなねその落差がすごいよね。何が R18 かさっぱりわからんかったもんな確かに R18 は過去編入ったところで駆け抜けるからな。まあ ST 機ですからね。そうですね打ちましたか井下君とお尻です。打ってない。まあ導入台数もそんなに多くなかったと思いますけどね着信あり好きやったわでね。烈火の訪問も良かった。クルーリ団地は当てれずに終わってしまったでね。クルーリ団地も面白かったですね。本当に信頼がないときは今年のベスト台ワースト台の放送やろうって。そうですね。まあ個人的にねちょっとあんまり面白くなかったなとかやろうかじゃね。また鬼もあっという間に消えちゃったねということで。そうですね、まあミドルもそんなに台数なかったですけどな。ユーパチがちょろちょろあるかな。そうですね。70分の1ぐらいですもんね。あれ確か80分の1かなんかね。R18 は当たり非搭載戦国蒼天絵巻の天若見。あ、これは3世のやつだったかな。プロリ団地よかったんでね。みんなのワースト台集めてアンケートってキコちゃん的ワースト台決めましょうもうどうなんやね。もう割れるかもう一致団結するかどっちかやろうねもうこれっていうのが、まあ、R18 そんだけ出るってことはもうみんなそう思ってたってことやね。でもこれはね、まあ、リスナーさんの意見やから。そうですね、まあ、これはもうもしかしたらまた分かれるかもしれないですね。でもこれはね、メーカーさんも真摯に受け止めてもいいんじゃないかなと思いますねそうですね別にホールだけが言うてるわけじゃないから、ね、視聴者も言うてるわけやから、ね、はい、はい、一つの意見としてね、そうそうそう、参考にしていただければ。カサスはいいと思ったけどなーでね。カサスは前のやつが良かったからね。あ、じゃあ消化残り保留はですね、消化して終わりましょうか。そうですね。はい、そもそも今年何機種くらい出てるんやろうね。機種数で言ったらどうなんでしょう。100はいかなさそうですけど、結構100近いぐらいは出てるんじゃないですかね。1ヶ月、まあ確かにその多い月と少ない月ってあったと思うんで、まあスロットは8月以降の検定がだいぶね、なかったんで、落ちまくってたからね、そうそう、適合がちょっと難しかったから、スロットは多分今年少ないでしょうね。パチンコはでも意外に多かったんちゃうかな。100もあったかな、なんか細かいのとかもありそうやけどね、全然導入なかった台とか、はい、その覚えてないだけで、ねっていうのがいっぱいあると思う。あるかも、R18 以外、あかんやつあるどうですか、おしり先生でいらっしゃるか、今年の信頼的にちょっと期待外れやったなーって台ありましたか、はい、そうですね、まあ、心当たりあるとすれば、さくらももこ劇場のこじこじ。わかります。ちょっと期待外れやった。そう、期待外れやったかなっていうのは。あれでも出直版というかちょっとスペックはあれじゃないんですか。ちょっと尖ってんじゃないですか。尖ってますね。さくらももこさんのね、2400。そうそうそう、確か。なぜあるみたいな。逆になぜある。逆に2400。遊戯にいたい。確かにこじこじかよって言われた。こじこじ。井下君はって言われてますね。僕、そうですね。ちょっと期待外れやったなってね。ここ1年ぐらいパチンコ屋さんから離れてたんで。そうなの？そうだ。最近は売ってないの？そうですね。もうここ最近やっとというか、もう久々にホールに入って。あ、なるほど。あ、じゃあまあちょっとこの何年かは台触ってないからわからない。昔の台とかでありました。これはもうちょっとないわっていう。いや僕、まあさっきの話もあったんですけど、スキージャンプペアあんまり。あ、そうなんや。あ、そうなんや。あんまりないや。好きじゃなかったんだ。あれも分かれんのかな。あれ演出めっちゃおもろいからね。演出は面白かった。継続率確か60何%とかぐらいしかなかったと思うんですよね。あんまり良くなかった。あ、確かにね。そうそう。花満開あるやん。ソロだと弾丸論破ひどかったって出るね。全部入銀やないか。怒られるで。天国のさくらももこ先生に謝れって言われた。いやでもこじこじはな、別に判決の批判じゃないからね。そうですそうです。スペックの批判やから、判決は全然みんなをこう和ましてくれるね、こじこじさんなんで。そうです。意外に打ってみると楽しかったりするんですよ。そうそうそう。でもちょっと、って言われた。猪木は良かったですか。猪木。新しいやつかな。触りました。触ってない。ちょっとだけ触った。あんま印象にないってことかな、じゃあ。勝てなかったんでしょうね、きっと。多分、覚えてない。こじこじには勝てなかったね。そうですね。花満開 30% 突入とかしんどかったけどね、ってね。まあでもあれは、なんか通常時にこう、歌を聴いて綺麗な画面を見る台だと思ってます。マジか。マジか。西陣もっと頑張れって感じだけどね。まあね、エウレカとかもそろそろ出してほしいですけどね。スロット、パチンコともにね。面白い台ですからね。やっぱりキョコちゃんワーストは決定しようねということで、まあ、この辺はね、リスナーさんの意見もいただきながら、まあ、今年ちょっとこの台はあんまりやったなとか、あと視聴数とかもちょっと兼ねてやりたいですね。あんまりこの台はあんまり視聴数良くなかったみたいなね。視聴数は真摯に出ますね。まあでも言うたらやっぱ設定付きはちょっとあれやね、やっぱ普通の CR 機よりは、やっぱちょっとあれやね、食いつき悪いですね、正直ね。まあちょっとその辺はメーカーさん頑張ってもらわないとね、我々はどうしようもできないので、ちょっと頑張ってもらいたいなと。これからですからね。そうそうそう。エウレカ、青とね、まだパチ出してないよね、と。そうそうそう。エウレカと今、映画確か3部作やってるはずなんで、ちょっと期待してるんですけどね。キコちゃんワースト台とキコちゃんワースト店員を決めよう。店員と店長はじゃあ、ちょっと皆さんにお任せしますね。アステカは今年じゃないですが、今まで撤去も早かった微妙な台でした。アステカは打たれました。アステカありましたね、スロット。はい、あんまり。丸いやつですね。そうそうそう。あんまり覚えてない。アステカ触ってない。触ってないんや。触ってない。そういえばそんな台あったな。アネモネ台も出してほしい。で、今日結局設定六角って出たんですか。先生出たんですか今日。当たりはありましたね。まあ、初当たりと連チャンはありましたけどね、ちょっとサムとか来なかったね。来なかったですね。サムとか来なかったですね。そう、井下君が最初1回転で当てたとき、出てもおかしくなかったんですよね。ああ、今日、もろた。ね、間違いなく。いや、井下君のせいになってるけど、ひどい、このせいですね、この人ひどい。じゃあ先にじゃあちょっと告知またじゃあねお知らせあるのでこれしてもらってあ、はい、出てないなら罰ゲームねって言われてますけどえお尻先生は猪下君のせいにするのって言われてますけどいやまあそんなことないですよそんなことない先生罰ゲームしようぜケツバットですかケツバットかどうしようかな黒酢一気飲みでもいいけどね健康にいいしあるあるあ、鬼武者入りますかって言われてるんでじゃあこれ教えてもらっていいですかはい来たる11月21日もうすぐですねはいはい新大礼会予定しておりますはいはい新鬼武者の双剣新しいやつも入りますしそうですね10台入る予定になってますスロットの先これの徳川家康はいこれも3台入ります6号機はい6号機ですはい純増 3.5 枚はい注目してます僕個人的にあとは断末ですね先生の一押しというかちょっと気になってる台気になってる断末とあとコマコマクラブ好きな人いるんでまあライトミドル120分の1ぐらいかなはいこちらも導入されるということですのであとは先の台がね結構あるということなのでこの辺はまた P ワールドで確認していただいてね抽選時間等もチェックしてもらえたらなと思いますのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします押見先生スロットのシュート知ってるスロットのシュートシュートってサッカー漫画ね知らないです知らんねやシュートあったんですよ昔確かに一瞬で終わった台やったと思うなはい、あ、命ニコ生の洗礼受けとく黒酢のモードでリスナー的にはケツバットの方が見た目おもろいけどね気が向いたらキセラ行ってみるということですねよろしくお願いしますはい10台ありますんでねおシュート昔設定6公開されたんだけど誰も座らんかったそういう台らしいです確か一瞬で終わったような気がするあやるうんじゃあどっちが飲みます2人とも飲むマジであ、じゃんけん。あ、男気じゃんけん。じゃあ、買った方が飲む方にしようか。男気じゃんけん。男気で。最初はグー、じゃんけん、ぽい。ああ。じゃあ、先生。すいません。じゃあ、ちょっと。じゃあ、いのちさん、これ入れてあげて、黒酢。渡すんで。もう満タンでもいいし。どうぞ。はい。ちょっと疲れてると思いますので、タフマン代わりにちょっと。なみなみで。やれない男でどっち。あ、濃い。濃いな。たくさん飲ませてあげてね。濃いな、そんなもんでいいのかい。欲しがるね。10年前の台でシュート、設定6で 109.5%。110% 割ってんねんな。じゃあ、一気飲みで。はい。いただきます。すいません、設定6打って、確定室出せず。いただきます。はい、いってらっしゃい。濃いよね。普通は割るからね、黒酢ね。マジか。マジか。臭いしね。色下君、匂いだけ匂ってみる黒酢。マジか。これは。これはやめときます。やめときます。まあ今日は、うわ、臭っ。久しぶりに匂った。まあ男気じゃんけん、今日はちょっとね、先輩というか先生が買ってしまったんで。はい、まあ次回もじゃあよろしくお願いします。はい、次回ちょっとね、先生のところを見していただけるように頑張りましょう。そうですね。みんなに分かってもらえるようによろしくお願いします。まあ今日の打ちました設定月日も4台稼働中ですのでね、はい、ぜひお越しください。ということでこのチャンネルね、明日は神戸中央スロット館からの放送です。多分明日はもう先の入ってたと思うので、徳川か断末かどっちか。放送すると思いますので、まあ、ぜひ信頼ちょっと知りたいなという方おられたら見に来てください。よろしくお願いします。ということで、猪下君とお尻先生、本日もありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、おやすみなさい、バイバーイ。